昨日までのルール今日はただのルーズ壊してダントツゴール走り続けてないと他に意味はないとパンクな哲学なんだバイオリズムはすぐバイリズムで風景は瞬間に結んだせる俺を取り巻く風ソニック。ソニック・ザ・ヘッジホッグさ。ごめんね。雨続きで撮影ちょっと伸びちゃって。来週まで帰れそうにないの。その代わりと言っちゃなんだけど、お土産ね。先に航空便で送るから。あなたの好きなコットンキャンディーもあるわよ。ありがとう。それよりママ、実はママに謝らなくちゃいけないことがあるの。何？ママとの約束、12時過ぎ外に出ちゃダメってことと大人用プールに入っちゃダメってこと。そんな時間に泳いだの？いや、そうじゃなくて、猫が溺れかけたんで助けたの。そういうことね。いいわ、ママ怒らない。優しいのね、クリスは。じゃ。もしかして、猫って俺のことか？うん。怒ったの？だって、ハリネズミって言っても、わかんないでしょ？どういう意味？ハリネズミってもっと小さいから、その…せいぜいこのくらいかな。ふーん、君は特別さ。大きさもだけど言葉も喋れる。ねえ、いつどこで言葉を教わったの？さーてな、そんな昔のことは覚えてないな。そうなの。はい。あ、パパ。いや、クリスか。さっきママから聞いたんだけど、ゆうべうちのプールに猫が入り込んだんだって？すまんな、クリス。猫が簡単に入れるようなセキュリティで。ううん、心配しないで。僕は大丈夫だよ。すぐに追っ払っちゃったから。睨みつけたら、泡食って逃げてったよ。そうか。それに、うちにはおじいちゃんや、エラ、ミスター田中もいるし。それよりパパ忙しいんでしょ？ああ、とってもな。本当に大丈夫だからね。そうか。それじゃあ電話切るからな。パパはいつでもお前のことを愛してるよ。僕もだよ、パパ。じゃあね。あ。
朝ごはんどうする？君いつも何食べてるの？こっちのハリネズミは何食べてるんだ？ネットで調べたらこれだって。なんだこれ、キャットフード。 No way、 勘弁してくれよ。いや、ハリネズミフードってのもあるらしいんだけど、キャットフードでもいいって。あと乾燥コオロギとか。どこへ行くのさ。あいにく俺はグルメなんでね。ダメだよ、外に出ちゃまずい。 See you。ああ、待って待って、ソニック！あまりにスピードが速すぎて映像では分かりにくいかと思います。目撃者の証言を集めてみました。このくらいの青い見た目はハリネズミ。ものすごいスピードで目の前をキューッと。大げさじゃなくマッハー出ていたかも。いわゆる UMA、未確認生命体ではないかという質問でしたら、答えはノーです。動物の中で最速と言われるチーターですら車より速く走れませんからね。そんなスピードで走る生物がいるはずがない。おいしい。むしろマシンとして考えた方が妥当かと。まあ待ってとっかな。聞いたかクリス、あの SG も打ち負かす謎のマシンが現れたって。あっ、何してんの。青い見た目はハリネズミ。うわー、ちょっと。どんなスピードだ。逃げるな。あのおじいちゃん、彼、ソニックは機械じゃないんだ。来ないでください、怖いです。ジョー、あ、クリームにチーズ。知り合い？このへんてこな世界に来たのは俺だけじゃなかったのか。よーし、待ってろ。場所知ってるの？キン。助かるよ。すまん、今度ゆっくり食事でもしよう。警察からエリア99に移送されたそうだ。エリア99って軍の研究施設じゃない。軍？ああ、国防軍、戦車とか戦闘機とか武器を持ってる。エッグマンみたいなやつだな。軍の施設に連れて行かれたということは調べる気だな。宇宙から来たエイリアンか、あるいはどこかの国が開発した生物兵器かと思ってるのか。本当のところどうなんだね。え？知らないね。さてと、場所が分かったところで失礼するぜ。そんなことしたら君まで捕まっちゃうよ。そんなヘマしないって。何の真似だ。僕じゃないよ。わしだよ。ん？なんだか面白そうだ。血が騒ぐ。おじいちゃんまで。お前も行くんだ。お前いつも言ってたろ、父親みたいに退屈な男になりたくないって。それ内緒。パパに言っちゃダメだよ。わかっとる。こんなまどろっこしいもん乗ってらんないぜ、まったく。まあまあ、これだね。おお、そうそう、つけて。何？赤外線スコープ。
おそらくエリア99の中は赤外線センサーの罠だらけだ。しかしそれをつければ罠を見破れる。Thank you。 じゃあお先に。はあ、こりゃ引き死に勝るスピードだな。よし、ID ナンバー F219563 と一致。ここから出してください。これは何ですか。私たちをどうするんですか。空気口を行くんだ。そこなら警備の死角のはずだって。 All right。 でもどこに捕まってるのか場所って知ってるの。知ってるさ。怪しい方、怪しい方に行けばきっとそこが目的の場所だ。そんな、いい加減な。まあ、なんとかするさ。相当深いな。さてと、なんか資格だ。今はなんて？別に。あの程度の動き。ちょろい。よし、今だ。怪しいといえばここかな。しかしどうやって中に入ろう。俺だけならまだしも、クリームとチーズも連れていくとなるとあんまり無茶もできないか。配電システムに異常発生。配電システムに異常発生。
どうした？何も見えないぞ。何だ？何の音だ？誰だ？逃げるぞ。紙飛行機。バカな。一体誰がこんなものを。いや、それよりも復旧を急げ。はい。これもソニックさんがやったんですか。いや、俺じゃない。たまたまだろ。きっとソニックさんには幸運を呼び込む力があるんです。そうか。関係ないさ。シェッ、行くぞ。ここまで来ればもう大丈夫だ。ベイビー、怖かったろ。うん、ありがとう、ソニックさん。なに、どうってことないさ。あ、この音。飛行機の音。さては。
はクリス。ソニックとは昨日友達になったばかりさ。僕テイルス。ソニックとはいつも一緒なんだね、ソニック。まあね。私はクリーム、そしてこっちは友達のチーズです。よろしくお願いします。ああ、こちらこそよろしく。僕らはいい友達になれそうだね。そして僕のおじいさん。素晴らしい。これほどミクロなラジコン飛行機見たことないぞ。どうってことないよ、このくらい。でも無茶だよ。相手は軍なんだよ。戦争になったかもしれない。それはそれでなんとかなるさ。そういう問題じゃなくて。いや、ほんと大したものだ。君のその科学技術はどこのものなんだ？どこって言われても、元いた世界としか。だからその世界はどこ？どこだろう。時空間が歪んでこっちの世界に飛ばされたとしか。興味深い。なんとも興味深いぞ。まったく。ねえソニック、あの事故に巻き込まれたソニックに僕、クリーム、チーズがいるってことは、ひょっとして他のみんなもこの世界に来てるんじゃ。あの時他にいたのはナックルズ、エミー、それとドクターエッグマン。コントロールでこんな世界に飛ばされてきたのか。まあいいわい。この世界にエッグマン帝国の基礎を築いて、それから他の世界にも領土を広げるのだ。旅立つ準備はできたかい。また一つ朝が来る。新しいシャツに着替えて、暗闇を抜け出そう。眠らない街が今日も静かにただ見守っている。君と僕が始まってゆく。 To be shy, to be free。 戸惑わないで。時の街が巨大なロボットに襲われた。そいつを差し向けたのは謎の男ドクターエッグマン。どうやら街を占拠して自分の帝国を築こうとしているらしいんだ。大変だ。このままじゃ街がめちゃくちゃにされてしまう。ソニック、ソニック、もうこんな肝心な時にどこに行っちゃったんだろう。次回ソニック X ドクターエッグマンの野望。どん